どうも皆さん、こんにちワンダーバンド、リリースしてツードロー、リュウです。さあ、今日はですね、令和のマサキアンズデッキやっていきたいと思います。マサキアンズさんのエースモンスターって言えばやっぱりブラックマシャンガールなんですけれども、ね、ガールを活躍させるってやっぱ結構このこいつを主役にするのが難しくてですね、まあ、そもそもその師匠をサポートする役なのでちょっと難しいんですけども、今日はもうね結構強引に使います。あのいろいろやったんですけど、やっぱいろいろ見た結果これがねやっぱりかっこいい、これがかっこいい、このカードが一番かっこいいです。賢者の宝石、あのやっぱその弟子がいるときに師匠を呼べるっていうのが一番かっこいいから、このカードを活躍させるためにデッキ組んできました。でブラックマジシャンガールっていろいろできて、まあ、一応こういうのを出したりとかいうデッキもあるんですけども、いろいろやったんですけども、やっぱり、ね、ちょっとねさすがにね弱い、まあ勝てなかったので、ちょっといろいろやりまして、結構これに頼るしかないかなっていうあの結論に至りましてこれに頼るしかないですね。まあ、ちなみにこのデッキ結構事故るんで、まあ、それはちょっとご容赦いただきたいという話はあるんですけども、これが使いたかっただけなんですよ、俺は。これが使いたかっただけで、ブラックマシャガールを出すにはこれレベル6なんでね、やっぱ魔法カードで出さないと、高校とかで出せないし、まあ、引いて出せないんで、あのトラップカードとかで出すのはちょっと微妙かなと思うんですけども、まあ、一応ナビゲートで出せますけどね、まあ、これかなと。クロマイスのベールっていう、これで出してブラックマシャガールをで賢者の宝石でブラックマシャ呼ぶっていうのがやっぱ一番かっこいいから、まあ、このコンボをしたいですね基本的には。で、これ賢者の宝石ってブラックマシャって書かれてるんで、ちゃんと魔導陣でもサーチできるんですよ。あのデッキトップ3枚の中にあれば、これ持ってこれると。でだから要はロットで陣サーチしてきて、陣で賢者の宝石持ってきて、ベールでガール出して、でガールいるから賢者の宝石でブラックマシャン出して、で陣の効果で相手除去してワンキルっていうのが、まあ、理想ムーブですね基本的には、まあ、たまにその陣ナビムーブっていうクソみたいなこともするけど、こうするしかないね。やっぱりブラックマシャンガールいろいろ組み合わせたんですけど、金次郎とかあのプレータープラントの金次郎とかとも組み合わせたし、リュウマドとかも組み合わせたけど、それやっぱね若干微妙な感じして、やっぱブラックマシャンと組み合わせた方がかっこよくないってなったんですよね。なんで攻撃になったんです。はい、早速ね、レイバのブラックマシャンガールデッキ過去魔導陣ウィズやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、令和のマサキアンズデッキをお見舞いしていきましょう。あ、強いですねこれは。非常にこれがなかなか強い。あとは賢者の宝石を引いてきてワンキル。あ、ワンキルだ、ワンキルだ、これワンキルだ、これ圧倒的ワンキルだ。黒の魔導陣の効果を発動。黒の魔導陣の効果、超衆武者かなんかですかねこれ。賢者の宝石持ってきた。これはね圧倒的やばいこと起きるんですよこれ。すごいんですよこの展開力。高校のまず黒の、黒魔術のベール発動。これでブラックマシャンガール特殊召喚頼んだわ。やっぱね俺初期の召喚ムービーの方が好きですね。あの新しい召喚ムービーよりも初期の方が、あのこの帽子を直す仕草がすごい可愛いです非常に。まあうちの娘の方が可愛いけどな。さあ賢者の宝石を発動。ブラックマシャンガールが存在する場合、デッキより師匠を特殊召喚できるわ。そして現れてブラックマシャン黒の魔導陣の効果発動。今のところ環境ムーブマジシャンズロットを召喚、マジシャンズロットの効果を発動はい、高校ワンキル。さあお相手の方、闇マリク選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ハンドはまあ悪いんですけど、まあ、これはあれですね、魂してるしかないですね、デッキトップね。まあ、陣か、なんか、引いてきて、よろしくお願いですね。まあ、基本的にまあこれ、多分デッキ紹介の時にも言ってると思うんですけど、まあ、ネクロバレーは別にいいか、もう思うんですけども、このデッキで基本的に事故れます。このデッキ、基本的に、あ、強いですね。このデッキ、基本的に事故るんですよ。でも、しょうがないです、それは。もうね、よく回してるねって感じ。ブラックマーシャンガールとブラックマーシャン入れてこいつらおかしいわ。運命力がトップどうしようかな。これはトップこうかな。こうしようで、こうしてここはエンドでいいんじゃないかな。エンドでいいわ。結局ね魔導陣でごまかしてるだけなんですよこのデッキ。基本ギミックマジ弱いですからね
しょうがないよね、ブラックマジャンガール使おうと思ったら。そうなるんですよ、基本的に。かあれなんだろうな、マッシブオールやったらそっち系のアマゾネスの剣士、やべえかと来た。やべえやつ来たわ。やべえやつ来た。メインフェーズ終了前、バトルフェーズ。まあ、それは別に。バトルステップでいいか。バトルステップで、これどこ飛ばそうかな。これちょっと飛ばすの難しいな。でもさすがにあれマッシブかなんかなんじゃないかな、あの伏せカード。反転もしてこないしな。まあ、これとりあえずブラックマジャン出して、で、ブラックマジャンガールも出していく。やっぱこれが一番早いよね。ナビゲートル出すのが一番早い、ブラックマジャンガールは。かわいいわ。この召喚ムービー、一日中見てられるわ。一日中太もも舐めてられるわ。こんなもん。いくらあってもいいですからね、こんなものは。急にミルクボーイ。さあ、これセットカード一回ちょっと、抜かしてもらおうか。肥大化、オッケー。肥大化、オッケー。肥大化、オッケーです。で、もう一体除外できるんで、賢者の宝石っていう最強カードありますから、賢者の宝石っていう最強カードを使って、で、一回ブラックマジャン出てきてもらって、で、魔導陣発動していく。さあ、圧倒的展開力。賢者タイム突入。これはセットカードですね。はい。マッシブでした。はい、正解。で、ブラックツインバーストを発動。ブラックマジャンの攻撃力をブラックマジャンガールの分アップするわ。カードを1枚セットするわ。意味ないけど。いくわ。ブラックバーニング。ブラックマジック。こいくらいこの盤面。なお黒の魔導陣。さあお相手の方、ルカちゃんですね。よろしくお願いします。デュエル3倍、魔導陣、魔導陣で、ブラックマジシャン。さあ圧倒的環境ムーブが、環境すぎるムーブが来る。これでさ、ちょっとこれでさ、令和のブラックマジシャン、じゃあまあ令和のアンズデッキとか言ってるのやばくない？でもね、しょうがないんですよね。やっぱね、この、ね、環境レベルには押し上げられなかった、さすがに。いろいろやったんですよね。そのリーマドを入れて、なんかブラックマンシャン、竜騎士ブラックマンシャン出しガールか、竜騎士ブラックマンシャンガールを出してみたりとか、あとマジシャンガールに入れてみたりとか。もうマジシャンガールはさすがに、あのマジシャンガールってモンスターだしね。あれね、召喚中デッキかサイマジデッキになっちゃうから、あれちょっと良くなくて、さすがにブラックマンシャンだろうなと思って入れるんだったら。だったらやっぱね、魔導陣ないとね、やっぱ除去できないんだよね、相手。物帯はいいわ。物帯は別に。物帯は別に。で、賛成してくれたから、これ、先にね、モンスター召喚してからの方がいいと思うよ。その、フレンドリーファイヤーとかあるからさ、基本的に。だから、モンスター召喚で全部やってから、紙伏せた方がいいよ。リンクスミンって結構ね、やっちゃうんだよね、これ。先伏せてからみたいな。順番どうでもいいみたいな感じで、メイン2がないから。これはね、やめた方がいい。この癖はね、直した方がいい、今すぐに。まあ、理由があるのからいいけど。さあ、マジシャンズナビゲートで、ブラックマジシャンガールじゃなくて、ブラックマジシャン出していく。ブラックマジシャンを出して、ブラックマジシャン出した上でのブラックマジシャンガールをぶち込んでいく。ですね、これどうしようかな。まあ、前だろうな。あ、かわいい。かわいい。はい、帽子直して、かわいい。かわいいわ。でも知ってました、新しい召喚ムービーの方がすごくくびれすごいんですよ。召喚ムービーはね、新しい召喚ムービーの方がくびれがすごいっていうのはあります。さあとりあえずこれで除外されたので500ポイント攻撃力下げられるのはどうでもいい。そんなのは、そんなものはどうでもいい。さあそして俺は最強のカードを引いてますから、さあ分からしていきましょう。ドロー。はい、いきました。賢者の宝石、賢者タイム突入、賢者タイム突入。さあなんだ、さあどうした、さあ魔導陣割ってくるかな、大丈夫かな、息してるかな。マジシャンとナビゲートがあるんだよ、私の墓地には。さあ圧倒的環境ムーブによって、バーディスもカナディーよ、カナディーよ、オッケー、カナディーよ、全然オッケー。それは止めない、特に。あ、そっち、え、これ出せるでしょ。でも別にこれ出せないってことないよね、もう発動してんだから。ブラックマジシャンガールが存在する場合に、まあ、存在してる。え、これ出せないの、これ出せるよね。え、これ俺出せないの、このモンスター。そんなことある、いけるわ、びっくりした。ブラックマジシャン特殊召喚していく。あぶねえ、あぶねえ。で、ブラックマジシャン黒の魔導陣の効果を発動。さあここはぶち抜いて、で魔法カードは1枚止めるよ、魔法トラップ1枚止めます。
煉獄 OK です。煉獄効かないんですね。こいつ通常モンスターなんで、この人。はい、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、パイナポー龍崎選手、巨大決戦出た。やばすぎる。これこれは一回家打ってみる。これ家なの、これ本当。でも家か、さすがに。でこれでちょっとこれこのターン何もできないと思うけど、うわ弱すぎ問題発生した。どうしよう。まあでも次のターン動けるか、次のターン動ける。でこれでトップブラックマシャンカールにしといて、でなんかちょっとビビらして1枚セットして、でエンド。さあお相手の方どんなデッキなんでしょうか。とりあえずクソゲーっていうことはわかる。ナイトショットは強い。まあでも強いって言ったら別にどうでもいいけど、このカード、このカードはどうでもいい。ソニックバード、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 やめて。これ何、これ何、これ何、これ何ですか。高等景色、やばいことが起きそうですよ。やばいことが起きそうだ。誰だ出てくるのは。トライホーンドラゴン、誰やお前、お前誰や、誰やねんお前。いやー、出たー、出たー神ゲーだわこのゲーム。